僕たち今フクロムシナを探してるんだ。フクロムシナがどこにいるか知らない？フクロムシナ？え、聞いたことないのかよ。強くてずる賢い大妖怪なんだ。いろんなものに変化して神出鬼没で人を騙すんだよ。俺んちの米もフクロムシナに食われたことあるぜ。それに父ちゃんも奴に蹴られて川に落っこちたことあんだよ。いたずらが好きなやつみたいだな。追い払う方法が分かったんだ。それに父ちゃんがフクロムシナは家に帰らねえ人をいじめるって言ってた。だから追い払えばずっと外で遊べるようになるだろ。でもすごい妖怪なんだろ。怖くないのかよ。お父さんやお母さんが心配するぞ。平気だけど。今日もフクロムシナ探しに行くっつったら父ちゃん何も言わなかったし。あ、もしかしたらフクロムシナは今弱ってて隠れてるのかも。うん、それにフクロムシナの妖力が回復する前に家に帰れば大丈夫だよ。なんか変じゃないか？うまく言えないけど。ああ、フクロムシナって物語の中にしか出てこない気がするぞ。実在するとは思えないよな。真実を話してやろうぜ。無意味なことをしなくても済むように。聞いてくれ、フクロムシナなんて探さなくてもいいんだ。そんなの元から存在しないんだから。え、本当に？そんなことない。父ちゃんは嘘ついたりしねえ。お前らの家族はただ心配で遅くまで外で遊ばないよ、そう言っただけだと思うぞ。ちげえよ、フクロムシナは絶対にいる。そうそう、よいみや姉さんが武器まで用意してくれたんだ。妖怪を追っ払う方法も教えてくれた。よいみや姉さんってあのよいみやのことか？フクロムシナのことはよいみやお姉ちゃんに話したら怖ないでって言って追い払う方法を教えてくれたの。それからずっと機会を待ってたんだ。そしてついに今日、フクロムシナを追い払うのにいい日だってよいみや姉さんが教えてくれた。そうだ、よいみや姉さんはいつも遊んでくれるし物語も聞かせてくれる。嘘つくわけねえ。そうなのか。もういい、みんなよいみや姉さんとこに行こうぜ。おいおい待てって。まずい、怒らせちゃったぞ。ただ心配していただけなのに。よいみやって言ってたよな。追いかけてみようぜ。行こうよ。急がないと。はいはい、そう悲しまんといてえな。きっと冗談や。フクロムシナがおらんわけないやろ。でも今までフクロムシナを見たことないし。そら、フクロムシナは偉い大妖怪やさかい。その偉い大妖怪をあんたらが退治せんとなあ。うん、焦ったりへこんだりすることあらへん。
立派な英雄になるためにも知恵と根性を忘れたらあかん。今はいなくても花火大会が始まる前には必ず現れる。そんな時は宵宮姉さんのとこまで武器を取りに来るんやで。ええか、宵宮姉さん特製の花火なら袋ムジナなんてちょろいもんや。家も畑も父ちゃんも母ちゃんもみんなあんたらが守ったり。わかった、宵宮姉さんがそう言うなら僕たち信じるよ。お、ちょっと待ちや。この短冊を一枚ずつやるさかい、帰ったら父ちゃんと母ちゃんに渡しで、大事に保管するよう伝えといてや。宵宮姉さんからって言うたらわかるさかい。わかった、ありがとう宵宮姉さん。そろそろ帰れよ。ありがとう宵宮お姉ちゃん、また一緒に遊ぼうね。ああ、約束や。ほな気ぃつけて帰り。やっぱあんたらか、子供相手に何言うとんねん。まあええわ、別に責めるつもりはあらへん。袋ムジナは子供に大人気やから、そう簡単に否定されたらそりゃ怒るわ。ってことはやっぱり袋ムジナは嘘なんだよな。そうや、うちも最初から子供が遅くまで外を走り回らんよう親がでっち上げた妖怪っちゅうことは分かっとったで。せやけど子供に聞かれた時ほんまのことを言えんかった。逆に袋ムジナは可愛らしゅうて人を傷つけへんいたずらっ子やって言ってもうた。あの子らが今信じとるんはほぼうちが教えた作り話の方や。全部お前の作り話なのかよ。言いたいことはわかるけど、うちが否定するわけにもいかんのや。遅くまで遊ばんようにする他にも親御さんに別の考えがあるかもしれへんやろ。何もわかってへんのにズバッと袋ムジナなんておらんって言うてもたら逆に迷惑をかけてまうかもしれへん。それに子供にとって真実なんて関係あらへん。楽しむことが何よりも大事なんや。うちかて空想の産物に憧れたりする。燃やすと虹色の光を放つ非紋石とか、山奥に隠された秘境に導いてくれる無霊とか、どれもうちの妄想やっちゅうのは知っとる。せやけど信じたいんや。もしドアホーそんなもんあるかっちゅうやつがおったら、あっかんべーしてドロンコ投げたる。そんな人嫌や。せやろ、どれも妄想やったとしてもかっこええしロマンがある。他人に否定されるんは悲しい。子供の頃に信じたもんは大人になったらかけがえのない宝物になる。あんたらも子供の頃は悪霊を退治する勇者とか闇を切り裂く聖剣とか信じとったやろ。それと同じや。幻想が崩れ去ったら次は何を教えるんや。稲妻の鎖国の歴史？それともメガリレ？どれもまだ子供には早いやろ。そうだな、オイラもまだ早いと思うぞ。理解できんくてもええわ。とにかく安心し、うちがちゃんと子供たちの安全を守ってるさかい。ほな、うちもそろそろ帰るわ。長野原花火大会がもうすぐ始まるさかい、忙しいんや。
長野原花火大会？お前の店が主催してるイベントか？そうや、うちの名字が入っとるやろ。稲妻では結構有名なんやで。あ、せや、これから予定あるか？なかったら見てってや。うちがおっきい花火準備したるさかい。ほな、まずは店にいる父ちゃんのとこに行こか。実はまだ完成してへん花火があるんや。稲妻の八重堂は知っとるか？小説を書くのが好きな連中が集まっとるんやけど、さっきうちが話した伝説はどれもそこで脚色されて出版されとるんや。まあ悪い結末になりがちなんやけどな。例えば非紋石はお金持ちが見せびらかそうと展示した瞬間二度と燃えなくなったとか、無礼は悪党に追われた結果怒って二度と姿を現さなくなったとか、悪竜を退治した勇者が次の悪竜になったり、闇を切り裂く政権が世界を滅ぼしたり、最近はこないな物語が人気なんは知っとるけど、うちからしたら複雑な気持ちや。夢ならもっと夢らしくあってほしいねん。もうじき花火大会や。各家庭の花火はほぼ準備が終わっとる。あ、こちらのお二人はお友達か、それともお客さん？どっちもやろか。最近ここいらに来たばっかりなんや。ほんで稲妻に来たからには花火を見てもらわなあかんと思って。そうか、ほなちゃんともてなしてやらんとな。この長野原龍之介が長野原家の歴史を聞かせたる。それよりも父ちゃん、聞きたいことがあるんやけど。昔昔。あかん、勝手に始めてもうた。燃やせへんはずの石子が。堪忍な。父ちゃん、前に怪我してからずっと耳が遠いんや。でも混ざっとったんちゃうかって人々は驚いた。でもさっきは会話が微妙に成立してたよな。当時の人には分からんかった。それはただの。ほんで長い時間かけて人々は理解した。ある鉱石を研磨することで出てきた粉末を燃やすと綺麗な色に光るってな。父ちゃん、父ちゃん、ちょい待ち。あ、どないした？こないだ注文した花火の材料もう届いとるか？昨日の花火なら全部出荷したで。おとといのも先おとといのも。ちゃう、材料や材料、こないだ注文したやつ。今日の分もぼちぼち仕上げや。心配せんとき、腕までは年取ってへんから。ちゃう、材料やって言うてんねん。花火の材料、鉱石。何やで？材料の鉱石。あ、鉱石か。そうだそうだ、鉱石。ごめん、興奮してつい。材料ならまだ届いてへんで。さっき担当の者が理由を言いに来たんやけど、よう聞こえんかったわ。かまへん、それさえ分かれば十分や。ちゅうことはまだ完成しそうにないな。父ちゃん、後で届いたらちゃんと受け取っといてよ。ああ、任せとき。ほんまごめんな、うるさかったやろ。うちの父ちゃんに何か聞くといっつもこうなんねん。
礼よう言われるわ。父ちゃん耳が遠いから何言われても文句言わへんし否定もせえへん。笑うてばっかや。子供の頃はうちの話すことをちゃんと理解しとって何を話しても肯定してくれてると思っとった。ほんでいろんなことを父ちゃんに話してたんやけど、後になって父ちゃんが笑うとったのはただよう聞こえへんかったからやって知ってな。せやからうち毎日父ちゃんに話しかけるようにしとるんや。え、普通逆じゃないか。父ちゃんが笑うとこ見るとうちも嬉しいからや。それに父ちゃんも寂しくならへんで済むやろ。せやけど花火大会が目前やのに材料が届いておらんとはな。なあ、よいみや、帰ってきたのか。え、びっくりした。勝手に喋ったらあかん言うたやろ。ごめん。ちょい待ち、今行くから。用事があるんやったらそれを終わらせてからわしの物語を聞いても大丈夫や。わしには時間も物語もぎょうさんあるさかい。誰も見てへんな。出てきてええよ、こっち来。天領奉行の連中にバレんでよかったわ。バレとったらうちら大変なことになっとったで。悪かったよ、君が帰ってきたと聞いてつい。気にせんといて作次郎、ここまでは計画通りに進んどる。これから花火の材料を探しに行くんやけど、ついでに船の件もなんとかしたる。前に約束したやつや。ありがとう、こんなによくしてくれて。昔の常連さんで稲妻の外におったんやけど、数日前に帰ってきたんや。ただ密入国がバレてもうて天領奉行に追われとる。お尋ね者ってことか。声でかすぎや、誰が聞いとるかわからへん。気ぃつけてや。もし捕まったら何かしらの罪に問われる。せやから何とかして船で逃がしてやりたいんや。危ないのは百も承知や。せやけど今はあれこれ考えとる暇はあらへん。もし船がひっくり返ったら、溺れ死んだらどうするんだ。今の稲妻は危険だって分かってたんだろ。どうして帰ってきたんだ。それはやらなくてはいけないことがあって。帰ってきた矢先、信じがたい変化をたくさん耳にした。決心してきたというのに今はどうしていいのかわからない。これ以上宵宮と龍之介さんに迷惑はかけたくない。かくまってくれてるだけでも十分ありがたいことなのに。平気平気、そう気にせんといて。うちも言うたやろ、長野原の短冊を持ってる限りいつまでもうちのお客さんやって。短冊？そや、うちで花火を作ってお祝いしたいっちゅうお客さんにあの短冊を渡しとるんや。短冊には長野原家のものしか読まれへん花火の作り方が載っとる。その短冊を見たら10年後でも100年後でも当時と同じ花火が作れるんや。代々伝わってきたもんやさかい、常連さんはみんな知っとる。当時
僕の親が龍之介さんに花火を注文したんだ。あれからもう20年も経つのか。あの頃はこんなことになるなんて思いもしてなかった。そう気落ちせんと、船での脱出は最後の手段にして他の方法も探したる。もちろん稲妻に残れたらそれが一番やけど。原因は何であれお客さんが頼ってきたんや。失望はさせへん。かたじけない。これでもう少し考える時間ができた。もうええから、今は隠れとき。表に出とったら危険や。何か思いついたらまた教えるさかい。ああすまない。稲妻出身やのに故郷に戻る許可がおりへんとはな。せや、あんたらも最近稲妻に来たんやろ。どないして許可をもろたんや。それから勘定奉行にいる柊千里に手伝ってもらってようやくここまで来たんだよな。なるほど、お偉いさんの助けがあったんか。作次郎には使えへん方法やな。まったく、奉行衆のやつらももうちょい融通を聞かせてくれてもええのにな。あんたらが旅してきたとこは稲妻と全然ちゃうんやろ。まあとにかく作次郎を助ける方法を見つけんとな。すまんな、花火を見せろっちゅうて誘ったのに他のことに付き合わせてもうて。面倒やと思うたら後でまた来てもかまへんから、うち一人で材料と船をなんとかするさかい。よかった、ほな先に船の用意や。話は歩きながらにしようか。一つ聞いてもええか。あんたらどうやって知り合ったん。こいつがオイラを釣り上げて、それから一緒に旅をしてるんだ。それがどうかしたのか。いや羨ましいな思って。父ちゃんのそばにもあんたみたいのがおったら耳の代わりになってやれるやろ。え、なんで泣きそうな顔しとるん。件は順調か。ああ問題ない。ただ奉行の目をごまかすのは難しいだろうけど。待った、見ない顔がいるが大丈夫か。大丈夫や、うちの友達やさかい信頼してくれてええで。うちらみんな船の件で来たんや。おお、オイラたちも仲間だから安心しろ。なるほど、悪い、疑うつもりはなかったんだが念のためな。船はもう完成したけど近場を漕ぐにも堂々とはできない状況だ。え、どうしてだ。鎖国令があるからな。天領奉行は船に敏感なんだ。小さな船でもいちいち問い詰めてくる。わかっとる、すまんな、あんたまで巻き込んでしもうて。なんだよ急に。お前の役に立てて俺は嬉しいぜ。今回も花火を作ってもらったし、船はその例だ。今持ってくるからちょっと待ってな。うん、お気に。途中うちの店に寄って花火を持ってってな。短冊通り作ってからバッチリなはずや。ああ、ちょうど花火大会も始まるし、お前の新しい友達に稲妻の伝統を見せてやれ。
そのつもりや。あーせや、せっかくやから高一が初めてうちで花火を注文した時の話をしたろか。おっと、これは長くなりそうだな。なあ、その話は先に船をここまで運んでからにしようぜ。おちゃん、せやな、つい話し込んでしまうところやった。よいみやは他にも用事があるだろう。また後でここで落ち合おう。高一に言われてへんかったら大事なこと忘れるとこやったわ。ここ最近花火作りで忙しくしとったさかい、おしゃべりする時間がなくて我慢の限界やったんや。父ちゃんはいい話し相手やけど、耳のこともあるし、新鮮な反応を見るんは難しいやろ。また話が脱線してもうたな。高一が船を取りに行っとる間に花火の材料を探しに行こか。あんたらの分だけやのうて、袋むじなを探しとった子供と作次郎の分もあるさかい、材料が足らへんのや。気にせんといて、毎年似たようなもんや。途中で追加注文がぎょうさん入る。お祝い事があるさかい、みんな花火を求めとる。それを逃したらもう二度と機会が来えへんかもしれへん。せやからどんな大変でも引き受けるんや。でもお前は楽しめてるのか。もちろん楽しんどるで。花火師の家に生まれて、ちっちゃい頃からこのドンって爆発する感覚に夢中やった。とにかくうちの心配はいらんってことや。すまへんすまへん、花火みたいに話の種もあっちゅう間に消えてまうやろ。せやからその一瞬を逃して後悔せえへんように思う存分喋るようにしとるんや。次は城内を回ってみようか。知り合いのところを渡ってみるさかい。質問してもいいか。さっきからずっと喋ってるけど、喉は大丈夫なのか。喉？確かにちょっと違和感あるけど、喉って元から喋るためのもんやろ。そうだな。よいみやちゃん、俺の読み通りやっぱり来たね。用件は言わなくても大丈夫。花火の材料を探しに来たんだろう。よいみやちゃんのために一袋残しといたよ。これだけあれば足りるはずだ。え、ほんま？なんでわかった？花火大会の時期になるといつも材料になる鉱石について聞き回ってるだろう。毎年花火の追加注文を受けてるし、だからもう慣れっこさ。そっか、いつもありがとうな。気にしないでくれ。たとえ商売はやめても、よいみやちゃんの頼みは断らないよ。それで、こちらのお二人が今回の注文者？気にしないでくれ、別に問題ないさ。この前俺が息子と喧嘩した時、よいみやちゃんがあの子をなだめてくれたんだ。俺は息子と話すのが下手でね、よいみやちゃんじゃなかったら今頃あの子は家出してたかもしれない。そんなことあらへん。あの子繊細やから森彦さんのことめっちゃ気にしとったで。ただあんたとの接し方がわからへんだけや。もうちょいにっこりしてみたらどうやろ。ほんなら息子さんも緊張せんで済むと思うで。
そうか。普段から厳しく接しすぎてたのかもしれないな。外で他の人と話すときはもう少し柔らかくできるのに。そう思い詰めんといて。誰にだって得意不得意はあるさかい。また似たようなことで困ったらいつでもうちに相談してな。花火の注文やなくてもかまへん。お客さんは神様やから。ああ、そうさせてもらうよ。みんなが宵宮ちゃんを褒める理由がわかる。龍之介さんも鼻が高いだろうな。鉱石は持って行ってくれ。モラは払わなくて大丈夫だ。え、あかん。絶対あかんよ。構わんさ。俺からの礼だと思って遠慮なく使ってくれ。せやけど借りができても、商売には商売の掟があるやろ。うちを困らせんといてな。そう言わずに受け取ってくれ。まだ仕事があるんだろ。ほなら、モラの代わりにとりあえず帳簿に書いとくわ。今度花火を割引したる。お前って子は本当に。なら宵宮ちゃんの好きにするといい。それとお父さんにもよろしく伝えといてくれ。これからも体に気をつけて花火を楽しませてくれって。ああ、森彦さんも仕事ばっかりしてへんで体に気をつけてな。宵宮元気だな。何かお祝いするとき、にぎやかで綺麗なことに越したことあらへんやろ。それに商売はみんなからの信頼がいっちゃん大事や。お客さんがおらへんと商売をやっていけへん。とにかく鉱石も手に入ったし、あとは職人さんに加工してもらおうか。材料の問題はこれで解決やな。宵宮、どうせ花火の材料のことだろう。どうやら花火大会の時期に宵宮が忙しいのはみんな知ってることみたいだな。悪いけどちょっとだけ待っててくれる？今武器の注文が溜まってるんだ。かまへん、平気や。ちゃうか、全然平気ってわけでも。ほなら手伝ったる。ここの武器が全部完成したら鉱石の加工をしてくれるってことやろ。そうだね。でも師匠に聞いてみないと。大丈夫やんな先生。長野原花火大会がじきに始まるし、先生も分かってくれるやろ。まだ完成してへん花火がぎょうさん残っとるんや。もし間に合わへんかったら。相変わらず口うるさい小娘じゃ。雨の魔流では全身全霊の力をもってして鉄を打ち続けるため忍耐を必要とする。焦って打てば刀に悪影響を与えてしまう。よそ者が隣で催促しても、はじめの心を乱すのみ。ですが、もうすぐ長野原花火大会ですし。じゃから、鉱石はわしに任せろ。お前は仕事に集中するんじゃ。師匠自らですか？そう大声を出すな。今はこれしか方法がなかろう。おおきに、先生助かるわ。気にせんでよい。
長野原花火大会がどれほど重要なものかわしもよう知っておる。龍之介にも世話になっとるしな。無視はできん。にしても小娘、今後はもっと計画を立ててから行動しろ。毎度騒ぐしくてかなわん。気ぃつけるようにするわ。これからはもっと材料用意しとく。小娘が気をつけたところでたかが知れとるが、とにかくそこで少し待ってろ。さすが先生、この粒の形ときめの細かさ、うまいこと言葉が見つからんけどすっごい綺麗やわ。久しぶりに道具を手にしたっちゅうにこの手際の良さ、さすがや。当然じゃ。生涯かけて学んだこと忘れたくとも忘れ。ずっと昔から天目流と長野原花火大会は協力し合ってきたのか。最初はわしの師匠と龍之介の父親じゃった。代が変わっても花火に必要なものは変わらん。はじめ、これからはお前がこれを作ることになるぞ。はい、分かっています。ほなうちは邪魔せえへんように退散するわ。花火見に来てな。よし、行くで。次は高一んとこに戻ろか。まだ戻ってへんかもしれへんけど、先に行って待っとこ。やっぱ戻ってへんか。まあ、あんたと話したかったし、ちょうどええか。うちの付き添いで走り回ってくれてありがとうな。みんな優しかったさかい、順調やったな。ああ、ちゃんと話す機会がなかったし、ちょうどいいかもな。うちのことばっかで、あんたらをほったらかしにしてた感があるやろ。せやから、ずっと喋る機会を探してたんや。初めて会うた時も、お互いてんやわんやしとって喋る暇あらへんかったし。あんたら旅人なんやろ。稲妻に来る前はどんなとこ旅してたん。ええー、なあ、規則みたいなんがほぼあらへん国やろ。一人一人が思うままに楽しく生きていける場所やって聞いたことある。父ちゃんが昔常連さんからその国のお土産をもろたことあるんや。確かなんちゃらワイナリーって。あ、暁ワイナリーだな。ダンディライオン酒が有名なんだ。せやせや、父ちゃんがあんな喜んで酒飲んどる姿そう見たことあらへん。あの日は一晩中うまいうまい言うとったわ。友達から聞いた話やけど、志を持った者だけが旅に出られるらしいで。その目的は風景を求めるためだったり、願望を叶えるためだったり。あんたらは何のために嵐を抜けて稲妻まで来たんや。神様が原因で家族と別れたん。そうやったんか。辛かったやろ。そっか。ほんまはずっと稲妻に残ってほしかったんやけど、そういう理由ならしゃあないな。稲妻は他と違って永遠を求める国や。つまり
何事もなく穏やかなまま平凡な日々が過ぎていく。これのええとこは疲れた人にとってぴったしの休憩所になるってことやな。これじゃちょっと分かりにくいか。うちはただあんたが疲れてもうて道半ばで初心を忘れてまうんやないか心配しとるんや。でもそれはしょうがないことだと思うぞ。疲れてるときは何やってもうまくいかへん。それに遊びに行ってもお楽しないやろ。うちの友達に冒険者がおるんやけど、その子から教わった言葉で、ゴールだけを目指して走っとると道中の出会いや感動を無駄にしてしまうっていうのがあるんや。せやけど大丈夫や、うちが負担を軽くしたる。きっと楽しなるで。最後はここを去ってまうかもしれへんけど、素敵な思い出が残るとええな。ほんで家族が見つかって旅を思い返した時、稲妻が家にぴったしやって思ってほしい。あんたらに送る花火の色や構図も思いついたで。でもまだ内緒にしとくわ。よいみや、待たせたな。船はあそこだ。ってあれ、話の邪魔しちゃったか。そっか、じゃあ行こう。あまり目立たないようにな。でもコソコソするんじゃないぞ、逆に疑われちまう。雷雨にも耐えられる船ってことはかなり丈夫なんだよな。もちろん、質なら安心しろ。一応これでも俺が用意できる船の中で一番でかいんだ。稲妻で最も頑丈な木材を使ってる。まあ正直こいつであの雷雨に挑むのは危険だろうな。これは最後の手段や。うちかて作次郎をこれに乗せるんは心苦しいしな。にしても光一、また腕を上げたんやないか。勘弁してくれ、全部仲間たちのおかげさ。バレないようみんなで作業を分担して夜にこっそりと組み立てたんだ。大きさはこれが限界。これ以上大きくしたら天領奉行の目をごまかせなくなる。わかった。ほな船は一旦ここに隠して、うちらは作次郎にこのことを伝えてくる。だんだん不安になってきたぞ。こんなことしたらお前も共犯扱いで天領奉行に追われるんじゃないか。せやからなんや、この件に手貸した時から心の準備はとうにできとる。うちはシャブ業とよう協力しとる。稲妻で何らかの行事をやるって時は他の二つの奉行も依頼してくる。おとなしくしとけばそうちょっかいは出してこうへんよ。それに共犯言うたらあんたらも行さん手伝ってくれとるやん。そうだな、今さら抜けたって手遅れか。わあ、おお、経験者やったんやな。心配しとったけど杞憂やったようや。ほな光一、今回はほんまにありがとうな。花火ももう完成しとるから手合いとるときに取りに来てや。
ついでに父ちゃんから船の代金もろといて。もらならいいって。それにお前にもらを支払わせたなんて姉さんが知ったら俺が怒られるだろ。姉さん、うちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた話なんやけど、昔稲妻にとある商会があって、えらい盛んやったそうや。当時同じ時期に子供が十数人生まれてな、その子らは幼い頃から親に商売を叩き込まれてきた。みんなえらい仲良しやったらしい。ほんである日、みんな独立して新しい生活を始めたんや。でも商人やからあちこち行かんとあかんやろ。そのうち会える時間がどんどん少なくなってもうた。そして一番上の兄さんが提案したんだ。別れる前に一緒に花火を見ようって。みんな高い志を持っとって、商売に自分なりの見解を持っとった。だんだんとみんな稲妻を離れてって、残ったのは光一だけになった。全員揃うんは無理やけど、誰か一人でも帰った時は花火を見るんが恒例になっとる。ああ、親しい人でも長く離れていると壁を感じるようになる。それは仕方のないことだ。でも一緒に花火を見上げてる時は一瞬だけ子供の頃に戻れた気がするんだ。あの頃の思い出は俺たちにとって永遠に変わらないものなんだよ。なるほど、宵宮が前に言ってたお祝いってこういうことを指すんだな。そうや。せやからみんなの花火への期待を裏切るわけにはいかへんのや。ほな、作次郎が待っとるし、そろそろ行こか。小一、船のことありがとうな。ああ、俺もここから離れるとするよ。捕まるのはごめんだからな。そういえば、光一が紹介の友達を紹介してくれるたびに子供の頃のうちと遊んだって言うんやけど、小さい頃のことやし、それに人数が多すぎてよう覚えてなくてな。ほんである日、光一がまた見たことない友達を連れてきたとき、ついこう言うてもうたんや。せや、昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろって。ほなら光一に笑われてな。そいつは大工をやってる友達で老けて見えるけど、うちとそんな年が変わらんかったんや。気まずいし恥ずかしいしで顔真っ赤になってもうて、うちずっと謝っとったわ。船は用意できたで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。それと食料と水を用意しとき、備えあれば憂いなしって言うやろ。うん。でもせっかく帰ってきたんだ、もう逃げたくない。それに小舟一つで雷雨に挑むのは無謀すぎる。せやけど天領奉行に捕まっても結末は同じや。遅かれ早かれここにも天領奉行は来る。悠長に捨てられへんで。すまない、本当に奴らがここまで来たら早々に逃げるよ。君に迷惑はかけない。謝らんといてや。万が一の状況になってもうちがどうにかしたる。ほんまに天領奉行に追い詰められた時は迷わず船へ逃げるんやで。うん、絶対に捕まらないようにするさ。でもこのままじゃ稲妻に帰ってきたのはとんだ無駄足だ。こうまでして稲妻に帰ってきたのにはなんか理由があったのか。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。
でもそれは責任から逃れるためだった。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。稲妻に置いてきたものを思うと、いや、もう手遅れなんだ。心残りを埋めようとした結果がこの有様ってわけさ。そっか。オイラたちがもっと早く相談に乗ってれば。ほんま、鎖国なんてなければええのに。大丈夫や、せかしたりせえへんから。あんたが決心するまでもうちょい時間を稼いだる。天領奉行、天領奉行が邪魔せえへんかったらどうにかなるのに。あ、嘘や、常連さんの中に老夫婦がおったな。確かそこの息子さんが天領奉行のお偉いさんやった気が。とりあえず会いに行ってみるか。どうにかなるかもしれへん。でも通報される可能性もないか。心配あらへん、めっちゃいい人やから大丈夫や。あんたは部屋に隠れとき、うちらがパパッと行ってくるさかい。さあ急ぐで、時間があらへん。あかん、まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残っとるんやった。父ちゃん、父ちゃん。さっきなんでオイラの言葉を途中で遮ったんだ。今のあいつに必要なもんは答えやなく時間やさかい。あら、よいみやちゃん、いらっしゃい。どうぞ上がっていって。お隣の方はお友達？そや、遠いとこから来た旅人や。他の国から今の稲妻に来るなんて大したやつやろ。そうだったの。今は大変な時代だもんね。稲妻人として恥をかかないようしっかりおもてなししてあげないと。せやな。それと二人の花火持ってきたで。おお、ありがとう。毎年世話になるね。昔はお父さんに、今は宵宮ちゃんに。生きてるうちに長野原花火屋の次期当主を見れるといいな。大丈夫やって、まだまだ元気やんか。縁起の悪いこと言わんといて。でももう昔ほど元気ってわけじゃないのよ。昔は田植えをしたり水を運んだりしても大丈夫だったのに、今は少し働いただけで腰が痛くなるの。昨日も雑草を抜こうとしたら腰を痛めちゃってね。そうやったんか。ほな、うちが草刈りしたるで。大丈夫だよ。せっかく宵宮ちゃんが来たんだ、働かせるわけにはいかない。お茶と菓子を持ってくるから、ゆっくり話そう。気にせんといてよ。昔もよくお手伝いしとったやろ。最近は花火大会で忙しいけど、落ち着いたらまた来るさかい。そうそう、オイラたちにとってこれくらい朝飯前だ。遠慮するなって。まあ本当にいい子たちね。うちのことは大違い。いい年して結婚もせず家にも帰ってこないのよ。それじゃあお言葉に甘えて手伝ってもらおうかしら。それと草刈りの他にもこの大根漬けを
村の向こうに住んでるサトルさんのとこまで届けてくれる？わかった。ほな、行ってくるわ。ついてきてくれるか？じいちゃんもばあちゃんも足が悪いんや。草刈りしたら大根漬けを届けに行くで。これで十分やろ。サトルおじちゃんは村の向こうに住んどる。行こか。サトルおじちゃん、最近調子はどうや？ぼちぼちだよ。特に変わりはない。あんたも相変わらず元気そうで何よりだ。みんなのおかげや。それに商売も順調でな。こないだリーウェにおろした花火が大好評やったみたいで、注文が増える一方や。大変そうだな。龍之介さんと二人でやっていけるのか。無理そうだったら俺に言ってくれよ。手伝いに行くから。平気や。花火のことなら無理なことあらへん。そうそう、これ香織ばあちゃんからのお届けもんや。大根漬け。おお、ありがとう。昔は大根漬けが苦手だったんだが、香織おばさんのを食べてからその味を忘れられなくなっちゃってね。今ではすっかり家族全員この味の虜さ。家族はみんな元気か？ああ、みんな変わりないよ。たまに喧嘩もするが、家族ってそういうもんだろ。そばにいてくれれば喧嘩したっていい。離れ離れになるよりマシさ。今谷さんとこはおじさんもおばさんも仲がいいけど、子供がめったに帰ってこないからきっと寂しい思いをしてるだろうな。見た感じ平気そうやったで。もう慣れてもうたんやろな。せやけどおじちゃんが言うことにも一理あるな。これからはもっと遊びに行くようにするわ。話し相手がおったら寂しさも紛れるやろし。ああ、今田村のみんなも宵宮ちゃんが来るのを楽しみにしてる。なんや、照れるな。用事も済んだことやし、そろそろ戻るか。次の仕事は？若い子はすごいね。こんなに早く終わらせちゃうなんて。若者は体力があって、お年寄りは知識と経験が豊富。せやからどっちもどっちや。そういえば今年で夫婦生活も50年目だな。ええ、一年一年ただ前を向いて過ごしていたらいつしか50年も経ってたわ。50年？そんな大事な日なのか？50年前、母さんが俺を追いかけてた頃が懐かしい。もう何でたらめ言ってんのよ。あなたが私のことを追いかけてたんじゃない。そうだったか。まあとにかく50年前の長野原花火大会で俺は母さんに結婚を申し込んだんだ。そして今こうして一緒に過ごしてる。
本当は結婚を申し込む勇気がなくて、不安な気持ちのまま長野原に花火を頼んだんだ。花火が打ち上げられた瞬間も、どんな言葉でこの気持ちを伝えたらいいのかわからなかった。でも空に花火が咲いて彼女の横顔を眺めていたら、その目に映る光がキラキラと綺麗で、気づいたら自然と言葉が出ていた。そして幸いなことに俺の申し込みを受け入れてくれた。この50年長いようで短かったわ。あっという間だったわね。共に歩んできたこの50年、ちゃんとお祝いしないと。50年の節目やって知ってたら、もっと豪華な花火を用意しとったのに。大丈夫よ、昔のままの花火で十分。毎年花火大会で同じものを見てきたから、逆にそれじゃないと寂しいわ。花火を見るとあの日のことがよみがえるの。こんなおばあちゃんになったけど、過去の自分の判断に一度も後悔なんてしたことない。本当に仲がいいんだな。そうだ、俺たちのことはさておき、今は花火大会で忙しい時期だろ。何か用があったんじゃないか。あんな、実はちょっと言いづらいんやけど。作次郎が帰ってきたんだな。え、知り合いやったん？うちの子の幼なじみなの。小さい頃はいつも二人で遊んでたわ。お互い隠し事なんてないくらい仲良しで、一緒にいろんなところへ行ってた。だけどある日すごい口喧嘩をしてね、それっきり。あの頃の作次郎は外の世界に憧れていた。稲妻はあの子にとって平穏すぎたんだろう。けどうちの圭介は小さい頃から俺たちみたいな穏やかな暮らしに憧れてた。子供というのはひょんなことから大喧嘩をする。作次郎はたった一人でここを離れていったよ。そうやったんか。圭介は何も言わないが、俺と母さんにはわかる。あの子は悲しんでるんだ。それなのに本心を口にできず苦しんでる。意地になってるのかもな。その後圭介は天領奉行に入り、めったに帰ってこなくなった。他のことなら私たちが圭介に頼めば助けてくれるとは思うけど、作次郎のことになると難しいだろうね。そんな、こんな偶然ってあるか。そうやったんか。作次郎に帰ってきた理由を聞いても、過ちを犯したからとしか言うてくれへんかったけど、そんな過去があったんやな。あいつの決心がつかへん理由がやっとわかった。幼い頃は親友だったのに、今は天領奉行と、その天領奉行に追われる身になってるなんて。わかった。それなら無理に頼んでも逆効果やろな。作次郎はうちらで何とかする。だから二人は気にせんといて。この件は作次郎と圭介の二人で解決せなあかんと思う。元通り仲良くなってくれるといいんだけど。もうこんなにも時間が経ってるんだ。
過去のいさかいもそろそろ水に流すべきだろう。どうしたらええんやろ。ひとまずこのことを作次郎に伝えに行こうか。ユイミヤ、大変や。ついさっき天領奉行の人が大勢来よった。え、なんでや。まさかバレてもうた。父ちゃん平気やったか。何もされてない。花火大会の準備で部屋中が火薬だらけやさかい、素人がいじくり回したら火事が起こるかもしれへんって言うたんやが、全然聞く耳持たんかった。作次郎がきっと中におる言うて。せやけど作次郎は事前に感づいて窓から逃げとる。天領奉行に捕まらんで済んだわ。おちゃん、参ったわ。作次郎まだ決心できてへんはずやのに。父ちゃん、どこに逃げたかわかる？このままやと天領奉行に捕まってまうで。せや、名前名前、急にここに来るなんてきっとあのケイスケって人や。やないと密入国で人大勢よこさへんやろ。いや、名前は分からへん。それに顔もよう覚えてへん。ただ向かった先なら分かるで、城を出てったわ。名前はあーよう聞こえんくて。名前なら聞こえたぞ。さっき知り合いのとこから鉱石を持ってくる途中ちょうど見たんだよ。先頭にいた人はケイスケって呼ばれてたと思う。やっぱそうやったか。おおきに。作次郎はまだ決心できてへん。このまま二人を合わせても問題が悪化するだけや。そないなったら取り返しがつかなってしまう。一緒に来てくれへんか。道沿いに手がかりを探すで。ついていきます。あ、子供たちや。作次郎を見てへんか聞いてみよう。追い払う武器完成した。それなら龍之介おじちゃんに任しとる。後で見に行ってみてや。お姉ちゃん遊んでくれないの。堪忍な、お姉ちゃん他に用事があるんや。また後で戻ってくるさかい。せや、戻ってきたらアメちゃんあげとる。好きやろ甘いアメちゃん。よっしゃ、アメちゃん大好き。それでな、聞きたいことがあるんやけど、さっき怖い顔したおじちゃんを見ひんかった？見たよ、誰かを追っかけた。あのおっさんたち、まさか妖怪を見つけたのか。いやいや、心配あらへんよ。おじちゃんたちの勘違いやから。あんたらはおとなしく城内におるんやで。花火大会が始まるのを待ちながら遊んどき。うん、おとなしくしてるよ。宵宮姉さんの言うこと僕たちちゃんと聞くから。こっちで間違いなさそうや。追っかけよ。作次郎がまだ決心してへんかったらうちらが助けるしかあらへん。あそこ見てみ、天領奉行の連中や。公務中だ。この先は立ち入り禁止になっている。作次郎と圭介、この先におるんやろ。大事なことを伝えに来たんや。立ち入り禁止だと言ったはずだ。
ほんま邪魔やわ。しゃあない、少し痛い目にやってもらうで。妨害するとはいい度胸だな。このような所業、天領奉行は許さんぞ。どこに逃げようと必ず中罰を下してくれる。おっかないこと言うた割に逃げ足が早いな。無駄な時間を使ってしもた。この先におるはずや。行くで。その剣筋全然上達してないな、作次郎。お前に賞賛はないと十分に分かっただろう。最後に君の手にかかるとはね。負けを認めるよ。これも僕の運命。言い残すことはない。お前がこの国に帰ってきたのは俺の考えを認めたからなんだろ。好きに思うがいいさ。ふん。さあ天領奉行まで来てもらうぞ。この船を作った者も処罰を免れないだろう。待ち！そう簡単に突き放したらあかん。お互いに言いたいこともあるんちゃうか。見覚えのある顔だな。確か長野原家で花火を作ってるおせっかいな小娘だったか。ここはお前の出る幕じゃない。下がってろ。大丈夫だ、宵宮。過去のことを語ってもどうしようもない。ならなんで苦労してまで稲妻に帰ってきたん。散々迷っとったのは何やったの。こうやってちゃんと話したいからやろ。こいつと話すことなどない。お尋ね者と天領奉行の役人に話す余地などないのだ。かつての友情に免じて決闘の申し出を受け入れたまで。昔と変わらないふぬけた剣術だったがな。なんでそないなこと言う。もう嘘はやめえや。あんたの部下を見張り役に残して一人もここに近づけさせへんかったのは話す機会を望んでたからちゃうの。なんで二人とも話したいって顔しとるのに何も言わへんのや。お前の考えすぎだ。
大体何も知らないくせして。いいよ、ヨイミヤ。この気持ちは僕だけだったみたいだ。あかん、まだ何もできてへんやろ。こんなん納得できるわけあらへん。今谷さん、決闘に慣れとるんやろ。ほな、うちとも決闘してや。うちが勝ったら本音を吐いてもらうで。もう本心を隠すんはやめるんや。作次郎、あんたもや。うちが勝ったら帰ってきた理由を言うんや。どんな結末になろうとも関係あらへん。絶対に言うてもらうで。こないな状況やないと、もう二度と言われへんかもしれへんで。もしお前が負けたら。負けたら作次郎と共犯やって白状したる。天領奉行の言いなりになったるわ。よいみや、その申し出受けよう。長官、支援に参りました。支援？決闘じゃないのかよ。おいらたちも手伝おう。よいみやを一人で戦わせるわけにはいかない。無駄な努力をやめたら。ものじゃない。長官、もっと増援を呼んできます。下がれ。あ、はい。ここには近寄るなと言ったはずだ。全員下がれ。は、申し訳ありません。お前という娘は昔の作次郎みたいに頑固だな。どうして俺たちにまだ話す余地があると思った？それは作次郎が帰ってきた時、あんたのことは言わへんかったけど、花火の注文をしたからや。あんたの父ちゃんと母ちゃんから作次郎とのことを聞いたで。そん時に分かったんや。この花火にはきっと特別な意味があるって。やったら話すことなどないちゃうやろ。孤独を感じるために花火を咲かすわけあらへん。実はずっと迷いを抱えながら帰ってきた。昔の考え方が変わったわけじゃない。ただ今の自分は現実から逃げてばかりだと思ったんだ。僕はモンドの自由を、リーユへの契約を、スメールの知恵を、フォンテーヌの正義を見てきた。どれも僕にとって感慨深いものだったよ。稲妻を離れたことを幸せに思った。けどその幸せに浸かる中、稲妻の鎖国令を知ったんだ。僕は逃亡者だ。でもその逃亡を英断だと思っている。そして僕が真になすべきことは、外の素晴らしさを稲妻に持ち帰ることだと気づいた。未だにここを変えたいと思っているのか？いや、もうそんな大層なことは思っていない。今はただあの時逃げた自分を恥じているんだ。君は逃げていないのに。僕の心にはしこりがある。
君がどうなのかが気になった。そして運命に導かれるかのように帰りたいという気持ちが抑えられなくなった。俺は幸せではないな。ライデン将軍に憧れ、あのお方の言葉を胸に刻み命令に従ってきた。だが今やっていることは鎖国令に反するものを裁いたり、神の目を回収したりすること。こんなことのために天領奉行衆に入ったわけではないというのに。俺は正しいことをやっているのだろうか。船は見逃そう。え？お前をこのまま稲妻に残すことはできない。だからといって捕らえるのはもっとごめんだ。でもそんなことして上にどう報告するんだよ。俺を気にする必要はない。どうにかしてみせる。今の時代、国外にいる稲妻人が帰ってくるには複雑な手続きが必要だと聞いた。だが方法がないわけではない。お前に手を貸そう。それまでは外で待っていろ。道中死ぬなよ。安心してくれ、ケイスケ。また君と花火が見たいからね。ああ、また会おう。左遷は避けられないだろうな。俺もいい年して何をしているんだか。作次郎が逃走に使おうとした船だ。金製品臨時保管ということにして部下たちにここへ運ばせておいた。作次郎をここまで追い詰めたのも俺の計画通りさ。宵宮の言う通り、当時の俺は決心できていなかった。だが行動から俺の本音は漏れていたようだ。でもそれでええと思うで。その本音を全部口にすることで心のわだかまりがやっと解けるんや。ああ、今ようやくわかったよ、礼を言う。お前は思ったより頭が回るようだ。俺の頭の中を覗かれた気分だよ。うちはあんたの両親と仲良しなんや。父ちゃんも母ちゃんも優しい人やろ。せやからあんたも優しい人やと思った。長野原家の跡継ぎの噂は前々から耳にしている。おしゃべりな割には侮れない人物だとね。そうだ、俺が子供の頃に見た花火、長野原花火屋なら再現できるだろ。一つ作ってくれないか。短冊がないと無理や。その短冊は作次郎が持っていてもうた。そうか、ならいい。そうへこまんといて。さっき言うたやろ、作次郎が帰ってきてすぐ花火を注文したって。あんたのためには作れへんけど、作次郎の花火ならあるで。このまま納屋に置いとくのももったいないし、今回は特別や。あんたにやる。ありがとう。気にせんといて、花火大会に遅れへんようにな。さっきの宵宮すごく強引だったな。うちはおしゃべりが好きやさかい、言葉には不思議な力が宿っとるって信じとるんや。会話せんと何も解決はできひん。ずっと問題は残ったままや。それでみんな解決する機会を逃してまう。作次郎と圭介は昔のようには戻れへんけど、せめて心残りは晴らすべきやと思うたんや。
さ、行こうか。花火を見るにぴったりの場所があるんや。あんたらの花火は父ちゃんがうちの代わりに打ち上げてくれるで。あれは…ケイスケ…そうだよ、イミヤ。お前にとって花火って何なんだ？よ、イミヤ…し…今回の花火も泣けるほど綺麗やったわ。あれ、ほんまに泣いとるかも。目元が濡れとる。せや、最初に打ち上げられたやつ、あの金色の大きい花火は見たか？あれが父ちゃんに頼んであんたらに作った花火や。それならよかった。あんたらの記憶に残るよう頼んだからな。どこへ行っても何があっても、不安を感じたり疲れたりしても、今日の花火を思い出せることを願っとる。きっと時が深まるほど、この花火はあんたらの心で綺麗になっていくことやろ。せや、あんたらもすっかりうちのお客さんやな。ほな、この短冊を受け取り。また金色の花火が見たくなったらいつでも来てや。でも花火を見てる時の宵宮はまるで別人みたいだったな。ずっと黙ってて何も聞こえてないみたいだったぞ。実は聞こえてたんや。ただ花火を見てるときは何も喋らへんのがうちの癖でな。自分の作ったもんが空に上がるのを静かに見送る、一種の儀式みたいなもんや。さっきうちにとって花火は何かって聞いたやろ。船を用意してくれた光一にとって花火は友情を記念するもの。圭介の両親にとって花火は結婚を記念するもの。そして圭介と作次郎にとって花火は、そうだそうだ、新年。うちにとっては、せやな、正直言うて考えたことあらへん。よう分からんわ。え、てっきりすごい答えが返ってくるかと思ったのに。今まで聞かれたことあらへんかったし、大して気にすることでもないと思うてな。たまたま長野原家に生まれて
たまたま父ちゃんから技術を学んだ。ほんでたまたまみんなと知り合うて物語を聞いて、大切な思いを花火に込めとることを知った。ほんの一瞬で消える花火は将軍様が求める永遠からいっちゃんかけ離れとるもんや。せやけどみんなの思いは消えへん。それが花火の存在する理由や。誰にも求められへんかったら花火は消えてまう。みんなが花火に思いを寄せとる限り長野原はあり続けなあかん。やないとみんなをがっかりさせてまうやろ。うち複雑なことを考えるのはあんま得意やないけど、長野原家に生まれてぎょうさん綺麗な花火を作れてほんまに誇らしいや。稲妻城で過ごす日々も悪くないな。でもそろそろトーマと綾香が言った次の行動に移る時だよな。まずは木漏れ茶屋に行って準備ができたらあいつらに会いに行こうぜ。うちはもうちょいここに残る。心の花火大会がまだ終わってへんのや。まあせやけどもっとおしゃべりしたいっちゅうなら付き合うてもええで。子供たちと一緒に袋ムジナを探すかな。待たせてもうとるし宵宮姉さんが約束を破るわけにもいかんやろ。あと花火大会の感想をみんなから聞かんとな。これから先もきっと世話になるやろし。それとあんたとパイモンちゃんにもお世話になったな。まあせやけどもっとおしゃべりしたいっちゅうなら付き合うてもええで。あんたならただでええよ。もともとうちが押し付けたもんやし、散々迷惑かけといてモラを払えなんて言われへんよ。気にせんといてえな。水臭いな。もうせや投下交換や。あんたが家族を見つけたらお兄さんに長野原花火屋を紹介してくれへんか。そしたらうちもお客さんが一人増えるやろ。うちもいつかお兄さんに会うてみたいな。まあせやけどもっとおしゃべりしたいっちゅうなら付き合うてもええで。もういっぺん芝居たる。冗談や冗談。前に言うたやろ、うちは奉行の人たちと付き合いがあるって。詫びを入れて罰金を払えばなんとかなるやろ。あんたらこそ気ぃつけや。次来ないのことがあってもうちみたいに無鉄砲になったらあかんで。